皆さんおはようございます。淡井圭介です。本日2024年1月の10日、朝の8時12分。今日も佳子さまからの、声で、今日も違うという内容を聞こえていましたので、今日も、自由な行動といいましょうか。自分の、したいことを、今日一日していようかなと思います。で、今回のメッセージは佳子さまと、あとワールドビジネスサテライトなんですけども、これは、佳子さまや皇室ご一同の方たちや、総理内閣、あと、植田総裁、日銀の、そういった方たちへ伝えていただきたい、メッセージでもあります。今年に関して、地震が発生しましたから、岸田さんはそれ以降は会えないっていうことを、しっかりと言ってくれています。状況を考えたら、そうだなと。植田総裁は会うなんですよ。で、日銀の。で、昨日、ワールドビジネスサテライトを見ていて、その、出します云々のことを、滝田さんが言っていた。で、その前に、大江真理子を見ていて、頭の中がよぎったのが、大江真理子のことを、綺麗だと認識するようなワードが頭の中をよぎったと。これは、多分何年も前に私が思ったことをコンピューターが、伝えてきて、僕の頭の中をよぎらせて、それが現場に届いているのか、両方ともにその内容が届いている。で、根本がちょっと今ずれてると。河川水門開閉式ダム発電とか、地下水流トンネル発電を、早く早急に始めなければならない。世界中で自然再生可能に、日本の企業も頑張って進出してくれてるっていうのはよくわかるんですけども、全く足りません。あれだけじゃ無理。河川水門開閉式ダム発電の発電量は根本的に全然違いますから、日本中のその河川水門開閉式ダム発電が整備終わったら、1秒間でね、だいたい5000万キロワット、常時発電できると思います。それプラス、琵琶湖の地下水流トンネル発電。河川水門開閉式ダム発電の作り方は、河川水門開閉式ダム発電プラス地下水流トンネル発電というような形なんですけども、各河川。雨が降った時とかでは、発電量とかはまただいぶ変わってはくるんですけども、その今はワールドビジネスサテライトの方たちへのメッセージもあるし、報道ステーションでもあるし、ニュースウォッチ9でもあると思ってください。ニュースウォッチ9だったら田中さんとか、葵さんとか、あと、女性の方、林田さんでしたっけ。報道ステーションだったら小木さんとか、大越さんだとか、あとはコメンテーターの高田さんでしたっけ。今でも昔の秋田県の掘削のリーグは16本で今は4本しか稼働してないっていうことを、実際見に行って知っている方が、高田さんということで、聞きたいことがあるっていうことで、出ておいてほしいっていうことは昔言いました。でそのワールドビジネスサテライトでその出してくれるんであればね、それはこちらの社は出してほしい。でその打ち合わせ的なところでもその今結婚希望相手は佳子さまに、固定しますんで、その辺のところがネックになってね、ワールドビジネスサテライトに出さないっていうことではもうすでになかったと思うんですよ。でもし結婚をかけて、全ての人の人類の、命を守ることを優先しない、要するに、エネルギーの確保という意味でですね、だから、その辺のところで何か話がずっと停滞してしまっている。だから早くその辺のところを全員が脱却しなければならない。これは報道ステーションに向かっても言っています。
あとはまあそこまで行って委員会だとか。基本的に真面目な話ができる番組じゃなかったら私は出たいとは思っていません。ただもう一つ、まあそれが今の段階で、テレビ局ができることなのかできないことなのか分かりませんけども、今までの経緯っていうものをね、しっかりと、淡井圭介のその結婚話を飲んだとか、その、まあ黒人初の大統領、オバマさんの誕生に向けて人権策も昔フルーツ・ラ・パークで呼んで、いろんな方たちが、世界中の方たちが来てくれていた。その後政府上層部になられる方たちは、その当時の政府上層部の方たち、そういった話も含めて、昔からのいきさつっていうものを全て、テレビで放送させてもらえるのであればね、その辺も協力していただきたい。だからまあ今言いたいのは、まあとにかくワールドビデオサテライトに出すっていうことであるんであれば出してくれたり、これはだいぶ前から、他にも、熊谷さんとかもういなくなりましたけども、まだいらっしゃるのかな？朝の方に回ってるんでしたっけ？ちょっとまあ、そっちの方はもう長い間見てないんで、朝のワールドビジネスサテライトの方に回ってるのかもしれませんけども、だいぶ前が出すとは言ってるんですよ。いろんな番組の方がね。で、それについて、知事として物事が進んでいない。で、これは大変大きな懸念であると。もう政府は今、地震のことで手いっぱいですから、できることだけでも皆さん早く進めていただかなかったらもうお話になりません、本当に。あとは、そうですね、昨年のワールドベースボールクラシック、まあ野球の方の番組ですけども、出演者のヤクルトスワローズの、村上選手が、私が、この番組に出しますっていうことを、まあ、僕に向かって言ってくれてるんですけども、まあ、僕に向かってプラスと、あと、その関係者の人たちへの、宣言なのかもしれませんけども、まあ、そういったところも重要なので、まあ、出たいとは思ってます。まあ、もともとスポーツ関係のところの関わり合いだとか、その辺の話もありますし、昨年、一番視聴率が良かったのは、やっぱりワールドベースボールクラシックだったんですよ。っていうことは、そこで私が出ることによって、まあ、野球関係のことの話もいろいろあると思います。そこから多くの人たちに淡井圭介という存在を認知してもらって、エネルギーの残存量問題と、あと節約を呼びかける。だから、その両輪っていうものをうまく他の番組に出ながら行っていくと。そうすることによって、エネルギーの消耗っていうのを、飛躍的に抑え込んでいくと。そこから先は、まあ、世界との政府との関わり合い、政治的な活動の部分だとか、まあ、メジャーリーグ云々とか、まあ、スポーツ云々とかもあるから、その辺のところ、あとは、まあ、アニメ関係だとか、まあ、ガンダム関係だとか、新海誠監督の関係、この辺の関係を世界中にフルオープンにしていけば、淡井圭介の知名度っていうものは世界的に広まる。で、その真意っていうものが、その映画の中一つ一つにあるから、まあ、天気の子に関しては、まあ、人間の方である程度天気を操ることができる。で、まあ、そこからの台風消滅。実際、昨年台風発生している数は、最終的には確か17個ぐらいだったと思います。もしかしたら、その後、まだ、一番最終的な数カウントまで見てませんけども、17だったんじゃないかなと思います。これは、私のホームページ、淡井圭介の歴の、5番あたりに台風についてというところがあるので、そちらから気象庁の発表している今までの、まあ、約30年ぐらい前ですかね、それぐらい前までの、台風の発生した数、毎年のデータが出ています。それは世界中での発生した数です。で、まあ、その辺のところも昨年はうまくいったと。あと、君の名はに関しては、
隕石が落下してくるのであれば、緊急避難で呼びかけて退避すると。だからまあミサイルを作る必要はない。国連加盟国である以上、世界中は。それによって、エネルギーと金属の節約ができると。そういう正しい認識の社会に、がらりと変えなければならない。で、私には今までの話をオープンにすることによってそれができる。その方向へ一気に物事を進めるだけの、常に土台があると。まあ、こういったところですね。だから、最終的になんですけども、じゃあどうすればワールドビジネスサテライトに出れるのか。その辺のところが全く私の方に連絡はないということなんですね。まあ他の番組もそうなんですけども。とにかく電話で連絡いただけますか。この辺歩き回るんじゃなくてね。それされたらそれされたね、こちらもしんどいというのがこれが本音なんで。だって普段もテレビ関係者の人たち、各事務所とかに電話かけてるんでしょ。じゃあなぜ僕だけ電話かけてもらえないんですかっていうことになるでしょ。もうそこまで言うと差別ですよ。まあ場合によっては自分たちの既得権益を守るために行っているようにも見えますしね。そうじゃないでしょっていうことになるんですよ。それとあとは、ホームページ淡井圭介の劇の322番。ちょっとメモしてもらえますか。322番。そちらの方に、芸能人、まあ、テレビに出てるコメンテーターとかも含めてなんですけども、名前を書いてね、出てる人間、まあ、そこに、分かり次第継続して、書き込んでいこうとは思ってるんですけども、まあ、少なくとも、一人、まあ、間違いないなというところで、心当たりのあるの。322番。もう下の方です、これ。芸能人の複数名前を使っている可能性が高い者たち、裁判所での解明の判決はあったんですか？なければ分かっていますよね？っていうような、なんかあるんですけども、まあ、ここでね、僕の、まあ、半分、まあ、怒り込みと言いましょうか。まあ、この1月、に記載した内容、2024年の、まあ、こちらを読んでいただけたらなと思います。まあ、これ読むだけだったらもう2、3分ですぐ終わります。2ページぐらいですね、この iPad の秒で。で、ただまあ僕は言ってることとかご理解していただけるんじゃないかなとは思います。以上です。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いします。で、そのワールドビジネスサテライトのその滝田さんとか、大江真理子とか、まあ、あと他の出演者の方たちもそうなんですけども、どうすれば僕はテレビに出れるかっていうところを全く述べてくれてない。そこなんですよ。本当に。これだったら永遠に何も進まないでしょ。頭回ってますかっていうことなんですよ。で、大江真理子ももともと淡い系ですけど、結婚話をしていた。で、一時期、大江真理子のことが、例えば、綺麗だとか、素敵な人だなと思っていた時期はありますよ。テレビ出てる時は、すごく、丁寧に振る舞ってましたから。だけども、あれは2019年、18年かな。まあ、これは佳子さまや、皇室の方たちにもしっかり聞いていただきたいんですけども、大江真理子らしき人物が私の家の前のところで遭遇してるんですよ。で、僕声かけたんですよ。大江真理子かって。もうそのエネルギーの残存量問題とかの話がありましたが、もうこっちも切羽詰まってましたから、もう大江真理子、声でね、ああ、大江真理子だなっていうのが分かったんですけども、顔がだいぶ変わっていたのと、あともう、テレビに出ているような、態度というか人格ではなくなってるんですよね。僕に向かってね、
ほら、自分のことは言わないでしょうっていうような言い方をしてきたんですよ。喧嘩を売ってくるような言い方。だから、まず、まあ、僕はその時愕然として、もともと粟井圭介のもとでフルーツラーパークで働いて君たちはテレビ出てるんだよって、僕と年齢が近いところの将来アナウンサーになりたいって言ってた連中ね、小林真代、西尾ゆかり、赤江珠緒、赤江珠緒さんはまあ年齢一つ上ですけども、竹内恵美さん、市川ひろ子、川野明子、まあ、竹内恵美さんと市川ひろ子はもうテレビに出てないですけども、高島屋、まあ、先ほどの2名は「報道ステーション」の方ですね、古舘伊知郎さんの頃の、まあ、高島屋もそうだし、本田朋子や、平井理央もそうですし。なぜ粟井圭介に対してその程度の者たちが偉そうな態度を示せるんだと。恩義から立場から何から言われ分かってないのと。非常に腹立たしいですね。結婚の、その前に何か言うことあるやろうと。もともと2002年サンパレス六甲で勤務していた時にも、アナウンサー関係の人間だけで20人ぐらい同時に来て集合写真みたいなのを撮ってるんですよ。のはその時今まで粟井圭介と結婚話をしてきた者たちが多数いたっていうのが、まあ、結婚話した人間ばっかりが集まってきたんだとは思うんですけども。じゃあお互い連絡取り合ってたっていうことですよね。20人同時に集まってきたっていうことは。もともとフルーツアラパークで1997年、8年勤務してるときに、もう少し年配のアナウンサーの女性の人たちが身勝手なルールをね、突きつけてきて、自分たちは30歳ぐらいになったらもう自由に結婚させてもらいますよっていうようなことを僕に言ってきたんですよ。まるで僕を悪者扱いするかのようにね。結婚話を複数の人間にしたからとか。違いますよ。これ一人一人結婚話した後、話詰めていった時に、全員大学行ってるでしょ？大学出るまで待ってくれとか、そういうことを言われてるから、結局話が全部もう、そういうような形にどうしてもなるんですよ。だから最終的に僕からしたら、粟井圭介という存在を利用して、テレビ局のアナウンサーになりたかったんだとか、モデルになりたかったのかだとか、女優になりたかったのか、売れたかったのかとか、まあそういうふうなね、感覚っていうものを一時期持っていました。まあその辺のところは、自分の自制心とかで、だいぶ抑えていますけども、まあそれ相応のその腹立たしさっていうのをこちらが抱えていて、そちらは謝罪しなければならない立場であると。それはテレビ局の出演者の人間は今でも理解しているのかっていうことなんですよ。誰のおかげでテレビでそんなに売れたんだと。まあ、これ言い始めたらだいぶ年上の人もそうですよ。藤原紀香さんとか鈴木杏樹さんとか。CM とかたくさん出させてもらったでしょって。誰のおかげだったのって。もともとは粟井圭介の結婚話だったでしょうって。藤原紀香さんなんか、粟井圭介がフルーツアラパークで働く前なんか、誰も知らない無名の人ですよ。もちろん、海老原由里も、押切もえも、加藤夏希も。だからその辺の話とかを、まあ一時期僕はそういうような感情を抱いていたっていうことも、腹立たしいっていう部分ね。
そういう部分と、あともう一つ、致し方がないっていう部分ね。以前も言いましたけども、国民年金プラス、厚生年金、2000万円以上合計かけれてる人は、男性で、まあ、なんとか50%超え。女性は、まあ、3割ぐらいの人。1月15万円ぐらいの給付になるんですけども、そこまでたどり着けてる人が、世の中ほとんどいない。だからそうなってくると、まあ、ある程度所得の高い仕事っていうのもしょうがないかなっていうようなところでね、まあ、自分の怒りを、矛を収めるような形で僕はいるんですけども、ただここでね、何もかもなかったことのように、一切そういったことを報道しないで、自分たちの都合のいいような形で報道してた時期はありましたよ。淡井圭介の名前を出しながらね。で、その肝心要の自然再生可能エネルギーの普及だとか、そういったところで、全然誰も協力してくれないと。その一切合切のところを全てテレビで、そのドラマ化とかでもいいでしょうし、アニメでもいいでしょうし、まあ全部行ってもいいと思うんですけども、まあ一つの記録としてね、まあ各自の言い分とかも言ってもらって、で、放送するべきだと思います。そうじゃなかったらテレビ局っていうことを、ところを勘違いしてる人間多すぎるんですよ。多すぎるんですよ。特に勤務者の中に。昔のくだらない番組が多数放送されていた時って、勤務者自体がくだらない人間が多かったでしょうし。まあ、テレビに出るイコール、結婚とか幸せにつながるっていうわけじゃありませんよっていうところまで、ね。あとは音楽業界の人たちとかもそういう人たちがいましたんで、で、先に例えば結婚した人たちはなぜ淡井圭介に手を差し伸べなかったんですかっていうことなんですよ。淡井圭介の結婚を手伝ってあげるとかね。他にも自然再生可能エネルギーのその河川水門会社発電とか地下水流トンネル発電、ホームページに世間に公開したのは2019年ぐらいからでしたけども、それに関してはもう誰も手伝ってくれなかったと。それ違うでしょうって。まあ、もう少し言うと、まあまあ、富野さんや宮崎駿さんはもう80歳ほどの方たちで、今、対処能力っていうものがあるかないかで言うと、まあ、難しい存在ではあると。で、ただ、新海誠監督に関しては、僕から、ね、知名度に関しては引っ張り上げた方ですし、で、君の名はというそのストーリーの大枠っていうのは私の方で考えていたものであって、もちろんそこから先は新海誠監督さんのそのチームの方たち全員の、もちろん新海誠監督も含めての努力で、出来上がった作品ですけども、まあそれに関しても、何のね、連絡もないと。だそういうような態度を示してしまうと、どれだけえげつない話になるかっていうことの自覚を持たれているのかどうかっていうことなんですよ。率先して自分からでも電話かけるのが、それは人としての当たり前の行動であって。それがスポーツ選手の業界も含めて、あとゲーム業界も含めて誰も行われていない。残念ながら。ほったらかし。この話は両局面があって、今までの淡井圭介との話、その負の部分と良い部分の両方があるでしょ。で、良い部分の方の話とかも、それワンセットで進めていくことによって、あとは自然再生可能エネルギーの部分とか、節約の部分とか、そういったことを進めることによって、その黒人初の大統領オバマさんとか、広島訪問していただいたことだとか、
ファンギムレン国連総長に長崎訪問してくれたことだ、してもらったことだとか、あと韓国と北朝鮮の友好関係を、こちらからの提案で進めてもらったりだとか、だからその辺のところの話っていうものを全てオープンにすることによって、ゲーム業界云々のところとかもそうだと思いますよ。全ての話がつながったときに、結局、素晴らしい方向性や素晴らしい結果っていうものは出せると思います。まあ、もうストレートに言いますけども、例えば日本のゲーム業界とかだったら、それによって販売が促進される部分は、まあ、一時の間はある程度、私がテレビ、もし、いろんな番組に出てるとするのであればね、その辺の話が全てフルオープンになるとするのであれば、それ相応の効果っていうものはあると思います。そしてそれは正解なんですよ。車買ってもらったら困るんですよ。車買うお金があるんだったらゲームでもし遊べてたんですよ。エネルギーの残存量まで。今ね、さっきその販売促進の話が出た瞬間、それやったらええわっていう声が聞こえてきたんですけど、お前の言ってることなんかどうでもいいのよ。多分僕より年配の人だと思うけど。ええねん。君の言ってることなんかどうでも。できてなかったんだから全員。え、誰やねん。で、警察官の今までのことを、その精神病院のことも全部世間にオープンせなあかん。精神病院というところはいかに腐っていて、警察官というものはいかに捜査能力がなくて、相手の言うことも何にも聞かないまま物事進めて、隠蔽ばっかりしてたっていうこと。それで警察という組織をガラリと変えなきゃなんない。今まで精神病院多数の人間を、入れた人間は減給かなり大きく当たり前もう内情知ったから他に入院させられてる人たちのなぜそうなったかっていうことを僕は実際会って聞いて話してるから知ってるからがあったのかを両者から何にも聞かないこれが日本の警察官の実態で、そこまで行って委員会では、起訴した時の確率がどうこうみたいなことをね、99%、その起訴した時に、その告発の方のね、刑事事件の方。検察が勝ってるだとか。その話もしっかり調査したら、どこからどこまでその判断が、判決が正しかったかわからない、はっきり言って。これは裁判官の方がね、ちゃんとおっしゃってるんですけども、法廷で。我々も、すべての話を出してもらわなかったら判断が狂うんですっていうことを、おっしゃっています。だそういったところまで社会にオープンして、変えなきゃならないことは、本当に多数あります。まあ、あとは震災関係ですね。東日本大震災が発生した後、まあ、私からの提案で各報道番組でね、こういうふうな番組を作りましょう、こういうふうな番組を作りましょうっていうことを、言っていて、各報道番組は協力してくれて、まあ、様々な内容っていうのも放送してくれました。まあ、その結婚話して先に結婚した人間を特別責めるようなことは最終的にはしません。その一時的に僕は怒ってる、怒ってるシーンとかどう思ってるかっていうところでね、こんなもんこいつら阪神・淡路大震災の淡いケースを利用してテレビで金稼いでた連中じゃないかと。で、さらに自分の親族辿っていったら議員とか大企業の上の方の人間の娘であったりだとか。もしくは息子であったりだとか。自社の利益のためにテレビ出てたんでしょ？っていうことになってくるじゃないですか。まあ、人によってその関わり合い方とか返答の仕方によってだいぶ変わってくるかと思うんですけども、一回それらをフルオープンにすることによって
ってそのテレビ出演者の人たちがね、どういうふうな番組を作らなきゃならないかとか、どういうふうに、接しなければならないのか、そのテレビ出てる時にただペコ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 しなさいっていうことを言ってるんじゃないんですよ。違うんですよ、根本的に。そういうことじゃなくて、例えばテレビ局に電話をかけてもちゃんと指定した人間に連絡をつけない。だから連絡をつけないっていうことで君たち逃げるんでしょっていうことになるんですよ。そういう卑怯さっていうのをなくそうっていうことを言ってるんですよ。そうしなかったら正しい社会なんか作れない。まあ、カコス様と昔 SD カードを送って、まあ、その内容は聞かれてると思うんですけど、他のコースの方たちも。まあ、聞かれてなかったとしたら、あれなので、まあ、ここでも言っておきますけども、その、淡いケースけどね、その結婚した時の、メリットっていう部分のところでね、まあ、実際その、まあ、子供の頃から佳子様は僕のことを、まあ、好感を持たれていて、まあ、初恋の人という位置だったと思います。で、それは未来からの時間軸から佳子様に声を投げかけていて、佳子様もその内容で返答されてますから、まあ、そこは間違いないと思うんですけども、その一般人の中も含めて、そのテレビ出演者の中にも、そのもともとそのエロ業界側に行ってしまった人たちっていうものが多い。で、例えばアダルトビデオコーナーが置かれているレンタルショップを潰すのに警察官がいちいち躊躇する。話が全然進まない。で、その警察官がエロ業界のことを認めてしまってるからであって、性被害者の人たち側に立って物事を考えれないわけであって、判例、だから司法警察官を名乗っておきながら司法を全然分かってないっていうことなんですよ。司法っていうものは判決の場でたどり着いた世界であって、ね、もともと売春防止法が1956年に出来上がって、それまで政府上層部から、金持ちの連中とかで金で女買ったり、女が金で男買ったりとかしてた。で、それが事実であったと。会社を挙げてそういうものを開いてたんだから、お金流し込んで。銀行もそれに加担したんだから。これは事実なのかと。証券会社も含めてね。いろんな業界、どこの会社もそういう連中いましたよ。だってもともとそういう法律がなかったんだから。認められてしまってたんだから。だからどれだけ無茶苦茶な世界だったかっていうことをしっかりと分かっておかなきゃならない。だからテレビ局にもおかしな連中、めちゃくちゃな奴らがたくさんいた。だから昔は僕は子供の頃とか、芸能界事務所とかへの発砲事件とかあった。そんなことばっかり知るからですよ。その発砲したやつを今擁護してるんじゃなくて、おかしなやつらばっかりがその世の中に発生するような形でずっと放置されていた。そういう事実があるのに、その大元になってるのがエロ業界なんだから、性暴力団の集団、暴力団。それを安倍政権の時に山口組として扱って、そこと関わってた連中とかの構造を全部差し押さえた話も、表に出さないと。それ僕からの提案。アメリカも協力してくれた。多分国連レベルでしょ。そうじゃなかったら2016年、毎年積み上がっていた借金が減るわけないじゃないですか。何十兆円分も差し押さえなかったら。そういう強烈な話とかを世間に出すことによって、そういう業界を再度、潰しても出てくるでしょう。もう違うねんぞと。していいことと悪いことの区別お前らついてないんだろうって。お前らの名前も全部一覧表として、僕のホームページに出すよっていうようなこともしたい。こいつら、こういうやつらだから。裁判所で、ね、こいつらが何かいろいろ言い始めて、名前変えるような、こいつ、名前を変えるような、判決出てしちゃダメですよと。わからなくなるからと。どうせ同じことしようとするからと。で、その中の奴らで、何が圭介に喧嘩売りに来たんだと、この辺まで来てって。あとも別に三宮とか歩いてるときとか、東京とか歩いてるとき、大阪もそう。で、各企業の中に、そういうふうな連中と、関わり合いがあった人間、何人いるんだと。そんなもん SNS 調べたらすぐわかる。LINE とか。
で、徹底的な取り締まり。や、したいことはたくさん。だ、そこについて、テレビ局の人間もいろいろと身に覚えがあるから、たたらを踏んでるのか。だからその辺のところははっきりと分けます。まとも側とそうじゃない人間。要するにエロ業界側の方へ行ってしまってるだとか、まあ、エロ業界じゃなかったとしても、まあ、経済的な部分とかで、いろいろ悪どいことをしていた連中だとか、まあ、精神病院とか、医薬品業界だとか、まあ、医療業界全般がそうですよね。まあ、何人かの医者が認めてますからね。まあ、こんな薬飲んでも効くかどうか分からへんと思うけども、多分効かへんと思うけども、一応出しておきましょうかとかいうような医者は結構いますよ。実情分かってますから。効力ない薬を平気で販売してるんですよ。効力ないんだったら効力ないで販売禁止にしたらいいんですよ。たったそれだけのことはいつまででも行政ができない。まあ、だいぶ矛先も国会議員の人たちに向くでしょうけども、もうその辺のところね、まあ国会議員の人たちも、まあ各自ある程度自分たちの事情とか、どれぐらい知っていたかとかを述べてもらって、で、あとは僕のその内容に合わせて、そうするべきであるで、舵切ってもらって、対応してもらうと。こんな世の中無理ですよ。いや、できることを、しなかった国会議員の人たちが悪い。はっきり言って。私から言わせたら仕事サボってる。それで大金稼げる。もう分かるでしょ。この間、髪の毛染めてた、文部科学大臣。そんな甘い話ないよって。義務教育で髪の毛染めたらダメだって、たったそれだけのことを守れん人間が、年収何千万、ふざけんなよって。降りろって。君のその実績まがいものだよって。何か結果出してきた。大嘘つくな。ただの癒着や。昔からそれや。そこまで言っていいんかいとかだったら、それぐらいのことはっきりと言えるでしょ。で、それぐらい平気で言える人間、多数出てこなかったら無理なんですよ。国会議員の人たちは国会議員の人たちで、例えば自民党という組織を見たときに、国会議員の人たちだけじゃなくて、地方議員まで目を向けたときにね、正直ね、国会の中の自民党だけでも自民党員の人たち、軽く100人を超えるでしょ？もうそうなってきたら、誰が何してるなんか、みんなわからないんですよ。どんな人間だとか。もうほとんどがそうだと思います。ある程度の自分と関わってきた人間の人たちだけしか、もうこれ、どこの会社行ってももう同じですよ。大きな会社は。自分の部署の周りの人間のことしかわからない。例えば大阪ヒルトンホテルで働いていましたけども、だから王朝というレストランで働いていたから、そこでその当時働いていた人たちの名前は分かっていましたけども、じゃあ、事務方の人たちとか、和食のレストランだとか、まあ、宴会バンケットの方とか、働いている人の名前なんか、ほぼ全員知りませんでしたもん。よ、けどこれもうみんな同じでしょ。どこの会社行っても。大きな会社であればあるほど、名前すら知らないっていうのは。何で物事を、社会全体に広めていって、方向性をしっかりつけていくかって言ったら、それは政治だけじゃないんですよ。絶対的にテレビなんですよ。テレビでどういう放送するかなんですよ。それで全て決まってくるんですよ。はっきり言って、議席の数も決まってきますから、テレビでどういう放送するかによって。しっかり物事を分けて、社会全体でまとも側の人間とそうじゃない人間、しっかりと区別つけて、まとも側の人間が、あんまりお金の話するのもあれですけども、しっかり稼げるだとか、まあ、どうしてもその先のね、年金の話で例えますけども、まあ、もちろん倒産とかもありますし、
一月15万円の支給までたどり着ける人間って男性で 50% ちょっとぐらいでしょう。で、女性で3割ぐらい。だからこれが世の中の現実だから、だからその枠の中に、しょうもない人間が入り込んできてるっていうこと自体が私は許せない。まあ音楽業界の人間もある程度の人たちが、まあ私からの呼びかけで髪の毛染めるのやめてくれたり、しています。だけどまあ今でも髪の毛染めてる人たちはちょっと人格形成疑いますね。それはスポーツ選手でも同じですよ。舐めてんのと。もう年齢上でも言いますよ。僕の方が上だから。実力も。社会に対してできてきたことも。話ならんよ。僕46歳だから今年47。で、それよりも年齢上の人たちとかで、芸能界に残れる人たちって、絶対的にそれなりに飢えた人たちでしょ。著名度、知名度があって。で、その世界が、しっかりと法律遵守とかできてなくて、ただただ派手な格好をしていて、売れていた。こっちが求めているのは、実力の世界。だから髪の毛染めることぐらい、これだけ言われてね、やめれない人間。売れた、知らんよ。テレビ出んでええよ。あんまないよ、夜中そんなに。喧嘩売ってるようにしか見えへん。だからこそが淡いケースが自宅の横歩いてたんだろう。普通に電話かける時もなくて。という方法でね、僕は今まで何年も水面下 SD カードを送ったりとかでそういうことを言ってます。で、YouTube でも今まで何回か言っています。うん。それぐらいでちょうどいいんだと思いますよ。結局次から次へと音楽関係の学校を卒業する人たちがいて、仕事の枠をある程度与えなきゃならないっていう現状があるでしょ。で、その中で、もうチャラチャラしたやつから出さなくさせたらいいんですよ。もう義務教育で言われたことも守られへんのって。お前から根性も何も感じんよって。本当はそんなもん守るのに、根性なんかいらないからって、当たり前だから。学歴知らんよ。まがいものばっかりやん。学歴つくから、変な奴らが上行くねや。大卒っていう。エネルギーの残存量問題から、税金の動きから、何から何が分かったら、大学なんか行ったら、社会の皆さんにご迷惑をおかけするなって思うのが、これが普通。ほとんどの人間が、大学行くときの理由が、我がの金稼ぎのためや。公務員になりたいだとか、ああいう風になりたい、こういう風になりたい。イコール、それは、その先に、ごく稀に、そこから人助けとかに、明確なビジョンを持ってる人間います。その人たちは、努力されてきた人たちです。だけども、ほとんどの人間は違う。ただただ自分の基本給、高い基本給の仕事に就きたいがために大学行ってる。そんな精神力じゃ無理よ。結局人材派遣業法とか出来高不合とかあるから、自分たちが上行ったり正社員になった時に、そういう人たちに平気で付け回してくる。これのどこが実力主義なんですかっていう話ですよ。まあ、ちょっと今日も話長くなりましたけども、まあ、これは私がテレビ局の人たちと、どこからどこまでそういう話をさせてもらえるのかっていうところの話し合いをまずするべきでしょうね。で、もうええから、もう滝田さんも、大江真理子も、もういつまでも逃げないで。早く淡井圭介に電話かけろ。本当に。大越さんもや。何をせなあかんことぐらい、何をせなあかんかっていうことぐらい分かってるやろ。高島彩もや。あ、連絡せ。で、我が天下と戦国夫婦について淡井圭介の事業計画と言っていないようで、そのゲームはスタートして世界中に販売網を広げて成功している。
ちゃんと裁判所で証言者として出ますっていう連絡をしなさい、高島屋。それなかったらこっちも始められ。確約がなかったら。で、もうここまでの話になってきたら裁判所自体疑っと。上の方でどんな話し合いがあったのかとか。中国のことを気にして、それか、場合によっては何かデマとかを流して、裁判できないような体制を実際にしてるテレビ局は。ということです。正直もう自分も、例えば裁判所で裁判を行って突破口を見つけるんであれば、どういうふうに裁判を組み立てたらいいか分かんない、こんなややこしい話。もう何十件あるか分からへん、こんなもん。警察自体まず訴えなあかん。精神病院も同じ。春山整骨院も。我が天下戦国軍の別校も同じ。な、場合によっては新海誠とか監督とか、そのチーム。東系列でしたっけ、東映系列でしたっけ。そこからテレビ局にも繋がるし、テレビ局も淡井圭介の提案で作ってもらった番組に関して1円の支払いもないっていうところと、あとスポーツ業界の話とか、全部繋がった時に、どれだけひどいことしてたかわかるでしょ。で、最後は神がかり的な力で、あの人の人たちは見ている。道理で淡井圭介がね、ひどい目に遭ってた時、台風が発生してる数とか、あれだけ多くの数が発生していたなっていうのは、もうよく分かったでしょう。もうみんな真面目に生きていくしかないの。で、そのコンピューターも神がかり的な力を使う、この世の中でね、うまく、共同で良い社会っていうものを、まあ、作っていくしかないと。だからまあ、佳子さまも、例えば結婚されるとき、悠仁さまもそうなんですけども、だから自分の友達すべてが、真面目でまともが、だとは思わない方がいい。だからそういうふうなエロ業界っていうものを、テレビ局は認めてしまってるようなことを言うでしょう。あと警察官も動き遅いでしょう。まあ、それを見たときに、そういう業界が、あ、政府が認めてるんだっていう勘違いをするから、まとも側じゃない人間っていうものが多数出てくる。昔、佳子さまに送ったメッセージと、で、佳子さまからの返答の一部の映像で、そのね、そういう真面目側の人間じゃないと、まあ、私も結婚無理だからっていうことを、まあ、僕へのメッセージで言ってくれてると思うんですけど、笑顔で言ってくれてる。だから、そういうようなこととか、今までいっぱいあったから、まあ、佳子さまも僕に対しての結婚っていうのは、ある程度考えてくれてるんじゃないかなとは思っています。もし大江真理子と滝田さんが、大江真理子が淡井圭介と昔結婚話をした云々のところを引きずっていて、淡井圭介をテレビに出さないんであるとするのであれば、そういうことであるのであればね、敵対者として私は見ます。ただそれはもう違うと思うんですけどね、何回か、そのテレビ出ながらね、ボソボソとは言ってくれてるんですけども、そのエネルギーの残存量問題とかね、本当に早く始めなかったら、もう今の段階でもはっきり言って、正直手遅れだなって僕は思ってますから。遅い遅い遅すぎるもん。今から設置するのに何年かは絶対かかる。特許申請含めて、で、それからのスタートをするのであれば、5年かかる。5年はかかる、日本中に。
河川水門開始玉発電を設置する。地下水流トンネル発電、琵琶湖からのものに関しては10年はかかる。できればそれは大量の電力を発電できるんですけども、遅すぎる。で、まあ、前向きなニュースも昨日、ワールドビジネスサテライトで流れていたんですけども、ウズベキスタンとか、あの辺りのところだったと思うんですけども、まあ、ホームページは YKS の歴にも、その、あの辺りの国で、ウラン鉱がね、たくさん埋蔵してる話だとか、そういったところ。先ほど、まあ、ちょっと録画の容量が、なくなってしまったので、再度させていたします。まあ、ウズベキスタンですね。まあ、資源の宝庫ということで、ウラン鉱については伊藤忠商事さんらしいですが、これは結構以前からですよね。で、まあ、その辺のことは昔も言いましたし、まあ、一番最初はいつからだったのかなということ。ところはありますね。まああとその風力発電とかをまあ大量に設置しようとしているという動きに関しては、まあ、日本の企業がまあそこは、いいところだなと、思っています。まああのあとは昨日のニュースで言うと人口関係のところの何か部署といいますか、その辺のところで2000何十年か、100年でしたっけね、2000何十年かな、人口8000万人で横ばいだとか、そういうふうな内容が載ってましたけど、もう家の件数調べてる僕からしたら、ああ、もう政府中央部は完全に分かってないなと。前後、人口全然違いますよ。地図見て一軒一軒家の件数がどの地区にどれぐらいあるか、それ見た方が早いです。全然1億2000万人もう今の時点で全然いません。いないいない、1億人なんか絶対いない。もうだいぶ前からもう世界中とほぼ同じ人口統計、めちゃくちゃいろんな国行き来している人たちがたくさん増えたから、特に陸続きのところ、それホームページはケースの歴51番見てください。まあ、またその人口関係のところは、別で話します。その辺のところも僕は入った方がいいと思いますよ。公務員という形じゃなくて民間の人間としてね。8000万人でも横ばい。絶対無理。現時点で8000万人いるかどうか分かんないんだから。多分いない。家の件数を見る限りどう考えてもそう。ということです。まあ今日はまあ夕方ぐらいから兵庫県は雨降る予報ですし、まあ今日もまあ電波から聞こえてきた声ではまあ過去その今日も来ないということでしたので、まあ今日もまあ自由に、過ごそうかなと思って。います。で、一つ気になることが、昨日の19時前の時間帯、家の横をオートバイが通った時に、厳密に言うと時刻18時45分ぐらいだったと思うんですけども、今やとか、まあ、何かこう今外に出るような、それがまあ電波でまあ多分聞かされたんだと思うんですけども、家をその後出て5分ぐらい経過してから買い物に春山整骨院から出てきたものがまあもうちょっとありえないとは思うんですけども、赤江珠緒さんらしき人物、まあ髪型が似てるだけかもしれませんけど、これね、もう夜だともう10メートル先は絶対もう顔を認識できないです。薄暗いところ、はっきり言って。5メートルでも無理ですね。2メートル以内まで入らなかったら無理ですね。で、一時止まらないと。動きながらだったら、はっきり顔を認識できないですから。あとマスクつけないでね。で、でもこれは誰でも同じだと思いますよ。で、着てる服装は学生服のような服装だったんですけども。まあ、
まあそう一瞬正面から顔ほぼ見てないですからね。春山聖子像の不気味さっていうのはありますね。まあ、以上です。まあ、ワールドビジネスサテライトに出すっていうことなのであれば、滝田さん連絡してください。連絡ないのであれば、エネルギーの残存量まで最初から取り組む方向性の人ではなかったということになります。ということは最初から滝田さんもテレビに出るべきではない人間だったということになります。以上です。まあ、佳子さまとか皇室の方たちには、まあ、こういうふうな喋り方ではあまりケースが喋ってるのを見たときに、あと社会の現状っていうのを、突きつけられたときに、まあ、嫌な気持ちになるかもしれませんけどね。まあ、多くの部分で、その辺のところは、巻き返してきた人間でもありますんでね。まあ、その辺のところは、まあ、今後、楽しみにしていただいたらいいんじゃないかなとは思います。まあ、一時的に僕も挫折して、弱音を言うようなことがあるかもしれませんけどね。結局は反骨心だと思いますよ。悔しいとかね。そういうふうなところで、また再度、どうにかしようとして、多分僕のことだから、どうにかしてると思いますよ。以上です。まあ、佳子さまとお会いできるのを楽しみにして、組を長くして、アルパカじゃないですけどね。家に、アルパカの人形があるっていうことですけど、さ、アルパカの人形を見るために、こう、お前さんってもうこれくらい首を長くして待ってるんだなぐらいでね、見といてもらったらいいんじゃないかなと思います。まあ、一応最後ぐらいはね、ちょっと面白い話混ぜとかなかったら、聞いてる方も持たないでしょ。まあそのね、やっぱりその、今日佳子さまが来るとか来ないとか、それ一応聞いておかなかったら、こちらとしてもね、佳子さま自身も、まあ何回も言いますけども、まあ、家の横を歩かされただけでね、何も物事が進まなかったが、一番大変でしょう。何回も何回もこの辺歩かされたりだとか。歩かされたっていう言い方の方が各自自覚できるんじゃないですか。まあ、誰がそういうような指示出してるのか僕からしては全然わからないんですけども、僕はホームページに自分の電話番号を公表してるんだから、目次のところ一番上の欄のところそれ見て電話かけてくれたら簡単に話進むのにって、何をずっと期待させるんだろうという感覚ですね。それが結局テレビ局の作ったルールなんじゃないんですか。知りませんけどね。国会議員の人たちが作ったルールなのか。以上です。あとは今日一日、伸び伸び過ごそうと思ってます。以上です。